超ボロケース。いきなりなんですけど、皆さんワンクリック詐欺ってかかったことありますでしょうか。携帯パソコンでサイトとかを開こうとした時に出てくるこんなやつです。完全に僕の体と同化していますね。最近俺はなかったの。でも昨日の夜、猫と犬が性行為した結果っていう動画がめちゃくそ見たくて、久々やられた。おめでとうございます。いや、ふざけてる、マジで許さんと。性の喜びを知った犬と猫の動画を知りやがって、俺にもさせろよ。登録画面に電話番号出るじゃん。で、普通にかけるのも面白くないから、坊ちゃんの声真似で架空請求業者に挑んでいきたいと思います。それじゃあ早速電話していきたいと思います。ありがとうございます。すみません。はい、あの、先ほどサイトを見ていて、はいはい、お金がかかるっていう画面が出たんですけれど、どうしたらいいですか。ちょっと待ってください。切りやがったこいつ。ご電話ありがとうございます。あ、もしもし。はい、あの、先ほど、サイトの方を閲覧していて、はい、請求の方がかかるっていうような内容が記載、登録をなさってしまったということですね。そうですね、まあ、はい、ID 番号とお名前いただけます。お調べしますので。あ、わかりました。 ID が9です。少々お待ちください。お名前いただいていいですか。田中ぼと言います。はい、田中ぼうです。田中坊さんですか。はい、そうです。どうされました。これ登録なさってる状態になってますけど、これ一応もうね、あの、料金っていうのが発生する状態になってるんですよ。はい、この生産をまず取っていただかないとっていう話なんですね。ここまで来られると、はい、生産したいとは考えてるんですけれど、どこに振り込めばいいとかも特に記載はされてなくて、コンビニ決済っていう形なので、今1年分かかってますので347,800円になってます。そしたら今からね、ファミリーマートまで何分くらいかかります。料金のご用意ができて1分15分ほどで。まだお待ちします。8時までなので、それまでになんとかよろしくお願いします。わかりました。ほんなら電話をお待ちしております。はい、わかりました。今僕は一応ファミリーマートに向かっている体なんですけれど、実際には向かいません。それではね、支払いギリギリまで戦っていきたいと思います。もしもし、田中様ですか。あ、そうです。先ほどの石田です。もう疲れました。今、あの、8時までということ、あ、20時までということだったので、ちょっと急いで。ありがとうございます。はい、中にね、はい、ファミポートという機械があると思うんですけど、今番号打てる画面になってますよね。はい、なってます。今から言う番号を打っていただいていいです。はい、2395、はい、855。僕、ぼうちゃん、お前みたいな詐欺師、鼻水に溺れて死ね。坊ちゃん、さよなら。